まあ、今季の広島はプレッシングでも魅了することができます。取りましたね、取りました。ベンカリファ、左森島、右を使った三沢のシュート、ワンチャンス決め切りました。この動画では将来のサッカー日本代表で活躍が期待される J リーグ選手を特集。 J リーグによる独占インタビューを交え、知られざる人生に迫ります。今回紹介するのはサンフレッチェ広島フォワード満田誠。流通経済大学を卒業して今期からサンフレッチェ広島でプロサッカー選手になった満田誠選手。アタッカーとしてチームを先導し注目を集める彼のサッカー人生とは。満田選手は1999年7月20日に熊本県熊本市で誕生し、現在22歳。幼い頃から体を動かすことが好きだった満田選手は、近所のサッカークラブへ体験しに行ったことがきっかけでサッカーの楽しさを知り、どんどんのめり込んでいきます。小学校5年生の時にディフェンダーをやっていたこともあるそうですが、基本的にはアタッカー。満田選手は当時を振り返って、自分が点を取ってチームを勝たせることができた時が一番楽しかったですと話しています。満田選手がサッカーを始めたサッカークラブはソレッソ熊本。満田選手が所属していた時期と比較すると現在では規模が大きくなり、清水エスパルスの松岡大樹選手やガンバ大阪の坂本伊佐選手も輩出しているクラブです。ソレッソ熊本では当たり前のことを当たり前にやることの大切さや練習から勝負にこだわることの重要性を教わりました。小さい頃からミニゲームやシュートゲームでも勝負にこだわってやってきました。だから今もここぞという時に点を取れるのかなと思いますと話しています。ソレッソ熊本に属しながら中学を卒業する頃には複数の J リーグクラブアカデミーや強豪校から声のかかるプレイヤーになっていました。選択肢がある中で満田選手はプロサッカー選手になるために熊本を離れてサンフレッチェ広島ユースへ進むことを決めました。サッカーに打ち込める環境はサンフレッチェ広島が一番でした。プロになる近道だと思ったので広島に進みましたが、間違っていなかったです。サッカー以外することがないような環境でいい指導者にも出会えて、いい仲間にも出会えた、今までで一番濃い3年間だったと思います。当時サンフレッチェ広島ユースの監督として満田選手を指導し、現在はアカデミーダイレクターを務める澤田健太郎氏は、初見だった彼の中学生時代の印象をこう語ります。まあ元気のいい子でしたよかなり労力は高いですね。でうちのチームのやつもそれなりにこう力のある選手だったんですけど、まあ、すぐ馴染んでましたね。こう力を認め合ってたというんですかね、いいチームとして、まあ、3年間過ごしたと思いますね。満田選手の同期には同じ九州の鹿児島から広島への進学を決めたゴールキーパー大迫圭介選手がいました。さらにサンフレッチェ広島ジュニアユースで将来を嘱望されていた面々も揃っており、ライバルの多い環境でした。満田選手はその中で1年生の頃から頭角を現していきます。澤田氏は満田選手が全体練習後に居残りでよくシュート練習をしていたことを教えてくれました。非常に面白かったですね。圭介が「おい、そんなシュートしか打てないのかよ」って言って、でバツンってマコが決めたり他のやつがボーンって決めた時に「大したことねえなキーパーも」って言いながら、まあ声の掛け合いっていうんですか、これがもう非常に楽しくてよく見て笑ってましたけどね、でも毎日練習後に来ました大迫選手にとっても満田選手たちとシュート練習をした日々はいい思い出として残っています。練習が終わった後にいろんなフィールドの選手と一緒になってやっていましたけど、みんなが僕から点を取ってバカにしてくるんです。楽しかったですし、マコはその頃からシュート精度は高かったです。マコは本当に負けず嫌いですごく頑固なところがありますけど、
そういう性格がすごくいい方に出ている。チームのためにすごくハードワークできるところもユースの頃からです。現在サンフレッチェ広島に所属する彼と同期の川村拓夢選手は満田選手についてこう話しています。マコは初めて会った時から自分を持っていました。あんまりみんなと一緒に行動するようなタイプじゃなくて、すごく自分の芯が強いなって思います。満田選手が高校2年時にサンフレッチェ広島ユースは高校年代の最高峰である高円宮杯 JFA U18 サッカープレミアリーグウエストで優勝を果たします。さらに高校3年時にエースナンバーの10番を背負った満田選手は怪我で開幕からの5試合に欠場しながらも11得点を挙げてプレミアリーグウエストの得点王を獲得しました。サンフレッチェ広島ユースで順調に成長していった満田選手ですが、そのままトップチームへ昇格することはできませんでした。満田選手はこの時の経験を、本当に悔しかったです、人生の中での一番の挫折でした、と話しています。澤田氏は当時の判断について難しい決断だったと振り返ります。圭介が2年生の終わりに上がってて、でその年は河合と川村が上がりました。で他にも上がっていい選手が、まあ、マコも含めて満田も含めて何人かいたというところです。で実際にね、満田と千葉がですね、大学流通経済大学にお世話になって、でまた帰ってきました。でこればっかりは本当に難しい判断だったかなとは思っております。ただ彼らもその辛い経験をですね、非常に生かしてくれたかなと思ってます。腐ることもなく大学でいい経験しながら戻ってきてくれたかな、だから今があるのかなとは、こうなんていうんですかね、ポジティブに考えています。大きな挫折を味わいながらも満田選手は大学4年間強い気持ちでゴールを追い求め、いい指導者、いい仲間に出会って成長を続けました。大学2年時には得点を決めることができず、チームも関東大学サッカーリーグ2部へと降格しています。決して順風満帆だったわけではありませんでしたが、大学3年時に指導を受けた現在京都サンガ FC の監督を務める張喜寿氏に練習に臨む姿勢について大きな影響を受けたといいます。満田選手は、自分が常にゴールを意識するプレーができるようになったのは張さんが前への意識を強くしてくれたおかげと話しています。大学3年時の2021年2月には2022年からサンフレッチェ広島でプレーすることが内定し、4年生の時には主将としてチームを牽引、関東リーグ一部優勝に貢献しました。キャプテンとして大切なこうチームをもう鼓舞するようなプレーもできるんですね。パワー持っていくところはいけるんですよね。今の、J リーグの試合見ててもすごい勢いで取りに行きますよね。あれってもう中学校の時からやってましたからね。日本で何度もできるスプリントできる選手ってそういないんですよね。そういうのをもう当たり前のように持ってるっていうのが、やはりこうマコの魅力の一つなのかなっていうのはちょっと思いますね。満田選手は大学の4年間で誰もが認めるアタッカーとなり、広島へ戻ることになりました。プロになってからも満田選手は強い信念を持って練習から取り組み、現在はチームを牽引するプレイヤーの一人になっています。シーズン開幕前にはポジションを勝ち取ることができずに、 J リーグの開幕戦ではメンバー外でしたが、 J リーグ YBC ルヴァンカップで結果を残してアピールすると、明治安田生命 J1 リーグ第3節のヴィッセル神戸戦でリーグデビュー、第6節の湘南戦ではリーグ初得点を決めてチームを今季初勝利に導きました。そして現在は広島の攻撃をリードする選手に、攻守に躍動感のあるプレーを見せています。苦境にも負けない真の強さを持ち、結果を残して道を切り開いてきた満田選手は、
サッカー選手としての野望をワールドカップに出場することと話しています。しかし、いつも目標に向かって一日一日を大切に過ごしてきた水田選手のスタンスは変わりません。漫画クロコのバスケのキャラクターである緑間慎太郎が語った人事を尽くして天命を待つという言葉をいつも胸に留め、水田選手は日々全力を尽くしています。一日一日自分のやるべきことをやっていたら、いつどんな相手と対戦することになっても、あとは普段の実力を発揮することだけを考えればいい。練習から次の日を考えずに全力を出し切ることが成長するために一番必要なことだと思ってやっています。ミスター選手のサッカーに対するひたむきな思いと努力の積み重ねが日本サッカーの未来を切り開きます。